でっんということで、こちらということで、やってまいりました三枚肉そばに。結構薄い、うん、これはうまいです。サディカップ、こんにちは、のぶです。本日は中のそばが見えないぐらい肉で埋め尽くされた沖縄そば食べに行きたいと思います。ということで、本日今来てるのはこちら沖縄県うるま市でございます。うるま市のキャンマーブ公園です。ちょっとマニアックですよね。あそこがうるま市の何でしたっけ、劇場、いろんなイベント公園などがある施設なんですが、今日はこちらのうるま市で先ほど言った肉で沖縄そばが埋め尽くされた沖縄そばをいただきたいと思います。こちらのおそば、実は先日器からはみ出るぐらい大きな三枚肉が乗った三枚肉そばをご紹介させていただきました。その時にちらっとお話しさせていただいたお店です。確か去年の末ぐらいにオープンして、まあ、そもそも三枚肉が大きくて、さらにはその三枚肉で覆い尽くされているような沖縄そばなので、見栄え的になかなか楽しいおそばなので、 SNS でいろいろ投稿されて大人気になっている沖縄そば屋さんです。なので知ってる方もたくさんいらっしゃると思います。今回その沖縄そば屋さん初めて行ってみたいと思います。ちょっと本日あいにくの雨模様です。それでは車駐車場に置いてますので、急いでそちらからお店の方に向かいたいと思います。それではそちらの公園から沖縄そば屋さん向かいましょう。でんということで、こちら沖縄そばニューロイヤルさんです。実は1回行こうと思っていっぱいだったんで諦めたんですが、再びやってきてみました。それでは入ります。ラストオーダー2時半。あー、こちらがメニューですね。ロイヤルそば950円、ソブキそばが900円で、三枚肉そばが850円、牛丼そばが800円でございます。生アサそばも850円、そばも600円、ぶり三枚肉丼、この辺もすごいんですが380円です。どうしようかな。ジューシー150円、もずく200円、そして大盛り150円、ネギ増量もあるんで100円です。ネギ増量も気になります。それではちょっと頼みましょう。ということでお店の中入りました。食券でもう注文は完了してます。ちなみにこちらもずく酢をいただきました。今のもついてるそうです。あとお水です。なんかおしゃれですね。それではもずく酢はちょっと置いといてしばらく待ちたいと思います。ということで、やってまいりました三枚肉そばに。ネギ増しました。なんか三枚肉そば、三枚肉の凄さというよりネギ山盛りが強調されてしまったかもしれませんが、基本的に三枚肉で埋め尽くされております。それよりネギも山盛りしたらネギで埋め尽くされております。麺が見えないですがこちらです。それではまずはこの美味しそうな三枚肉いただいてみましょうか。やっぱり厚みはそんなにない感じですね。それではこちらの三枚肉いただきます。いきます。なんだろう、結構柔らかくて美味しいです、結構薄い、厚みはそんなにないので、なんだろう、食べ応えっていうのはそんなにないんですけど、すごい柔らかくて美味しいですね。しかしこのネギの青臭さがうまいです。違うレポートになってますが、それではちょっと麺もいただいてみましょう。それではこちらの麺いただきます。なんだろう、結構コシがあってしっかりした麺が主張している感じの麺の味がうまいですね。これうまい。なかなか麺が美味しいですね。肉も美味しいんですけど麺がうまいかも。量もそんなに多くないんですけどなかなかいい感じです。それではこちらの三枚肉と一緒にいただいてみましょう。それではこちらの三枚肉と共にいただきます。いただきます。これはうまい、うまいです。しかしこの肉は結局何枚乗ってるんだ ?3 枚、4枚ですかね。1枚食べ終わったのか、4枚。そして卵とネギは山盛りで通常より多いです。100円でネギ増ししてます。それではこの辺の卵も全部一気に、卵もネギもそして3枚肉も一緒にいただきます。うまい。結構お出汁はあっさりですね。こんな感じです。結構あっさりですがこれがうまいです。それではこちらの出汁、お出汁もいただきます。なんだろう、ふわーっとカツオ風味かな。そんなにでもカツオしてないです。あっさりで美味しいです。それではこちらのそばと、最初にいただいたこちらのもずく、こちらもいただいてみましょう。それではもずくいただきます。
そんなに酸味強くなくて美味しいです。もうつるっと一口でいただいてしまいました。それではこちらのそばさらにどんどんいただいていきます。全然まだまだ残っております。半分以上残っていると思いますが、なんとこちらニューロイヤルの薬味ということで結構いろいろあるんですよね。一味、そして紅生姜、そして柚子胡椒、うまい梅。うまい梅は名前の通り美味しい梅で、なぜか沖縄そばに合うんですだそうです。柚子胡椒も気になりますね。島唐辛子を使用している手作りの自慢の一品。入りすぎると辛すぎでスープが飲めなくなる可能性大だそうです。そしてあとシーカーサースと高齢グースです。どれ気になるかな。うまい梅、これちょっといってみましょうか。これがそれですね。うまい梅発見。ちょっとこれ入れてみましょう。それではスプーンちょっと一杯ぐらい入れてみましょうか。よいしょ、ポン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 。それではうまい梅ちょっと溶かして梅とともにいただいてみましょう。それではこちらいただきます。なんかそんなに酸味強くないんですが、酸味がちょっと効いてて、そのふわっとした爽やかさが美味しいです。いやこれ梅入りも美味しいですね。猫入れたら喧嘩するかな。もっと気になる柚子胡椒もちょっと入れさせていただいてます。柚子胡椒もちょっと、よこしょ、柚子胡椒も辛いという柚子胡椒も入れさせていただきました。喧嘩するかな。それではこちらよいしょ、いただきます。確かに結構辛いです。思ったより辛いですが、うまいです。スープも。結構辛気回しますが、美味しいです。それではさらにどんどんいただいていきます。それでは最後にいただきます。うまい。ということで、改めまして全部完食でございます。おネギなんかちょっと残ってますが、しっかりとおネギもいただきました。なかなか美味しかったです。うましいです。それではそろそろ帰りましょう。ごちそうさまです。ごちそうさまです。よいしょー。ということでニューロイヤルさんで美味しい沖縄そば三枚肉そばいただきました。柚子胡椒結構辛みがあるんですがうまかったです。ちなみに場所はですね、これ右に行くと出だしを取っていたキャンマーブ公園なんですが、これ僕が行く左側、ここをまっすぐ行くと沖縄北インターかな、こちらの交差点が上平川ですね。そしてまっすぐ行くとやっぱり沖縄北インターです。こちらの交差点を IT 診療パーク埋め立て地須崎の方に向かうと、牛川ジャスコの方に向かうとお店があります。僕が向いているのは沖縄市方面です。ということで本日は沖縄県うるま市に新しくできた、まあ、新しくできたって言っても去年の年末ぐらいなんでそこまで新しくないかもしれませんが、沖縄そばニューロイヤルさん美味しい三枚肉そばいただきました。すいません、確かに三枚肉ってほぼ麺は見えてなかったと思うんですが、僕の好みでネギをトッピングしてしまって、ネギでお肉も見えてない状態になってしまいましたね。ちょっとお店の良さが分かりづらくなってしまったかもしれませんが、三枚肉で沖縄そばが見えなくなっている三枚肉そば850円いただきました。そしてネギをトッピングプラス100円で本日は950円でした。ボリューム的にはですね850円で、まあ、そこまで少ないっていうわけじゃないんですけど、三枚肉そばだともしたくさん食べられる方はちょっと物足りないかなと思います。麺大盛りって確かありましたよね。なのでそういった方は麺大盛りにした方がいいかもしれません。器は小さめだったんですけど、その中にしっかりとたくさんの沖縄そばは入ってたので別にそんなに少ないというわけではありません。そしてその上に三枚肉が4枚かな並んで敷き詰められてました。そしてさらにネギがいっぱい、それは僕のせいなんですけれど、やっぱりネギの青臭さ美味しいですね。改めてネギ好きなんだなと思いました。そして三枚肉そばの三枚肉ですね、まあ多分こんな感じなんだろうなってちょっと予測はしてましたが、出だしでもお話した先日ご紹介させていただいた金そばさん、金そばさんは結構厚みのある、そして大きさももちろん大きい三枚肉だったんですけれど、ニューロイヤルさんの三枚肉自体の厚みっていうのはちょっと薄い感じですね。いわゆる一般的な沖縄そばの三枚肉と比べても薄い三枚肉だと思います。でもその薄い三枚肉がですね、口の中でとろっととろけるとろけるっていう感じではないんですけど、柔らかくて、なんか普段それなりに厚みのある三枚肉いただいてますが、薄めの三枚肉っていうのもありなんだな、美味しいんだなっていう発見が今回ありました。なので三枚肉が敷き詰められてるからといってそれほどめちゃめちゃボリュームがあるっていうことではないなっていうのが感想です。でもその薄めの三枚肉がですね、何回も言ってますがほろっと口の中でほどけてっていうのかな、崩れていって美味しい三枚肉の沖縄そばだと思います。沖縄そばの場合は炙ってはいないのかな、
あの量ぐらいの三枚肉が丼の上に乗った三枚肉丼、あちらもなかなか美味しそうですね。ちょっと薄めの三枚肉が丼に結構合ってるんじゃないかなと思います。その上に卵の黄身が乗ってるような感じだったので、黄身とあの薄めの三枚肉がご飯に絡めて食べると美味しそうですね。同じ1000円弱払うんだったら、次回は酢そばプラス三枚肉丼っていうのもいいかもしれませんね。そんなセットいただくのもありかななんて思いました。そしてあとニューロイヤルさんの味変のグッズっていう言い方は変か、調味料が6種類ありました。最初のいただいた梅ですね、そんなに酸味が強い梅ではないんですけれど、酸味そしてちょっと甘みがあるような梅です。その梅が確かにあのコメントに書いてたように沖縄そばに意外と合いますね、っていうか意外っていうかなんか想像できる味なんですが、美味しい沖縄そばに味変することができました。そしてあと柚子胡椒、僕入れた量結構辛めでした。でもしっかりとスープまで飲み干させていただきましたが、梅と柚子胡椒そこまで喧嘩しなかったですね。まあでも柚子胡椒を入れると梅の風味がちょっと消えてしまったので、まあ、やっぱり味わうにはどっちか一つの方がいいかなっていう感じがしました。ぜひ皆さんもいろんな、他にも一味とあと紅生姜、まあ、その辺は一般的かもしれませんが、あとシークワーサースでしたっけ、そういったものもあるので、いろんな味変試して自分の味を見つけてみるのもいいんじゃないでしょうか。美味しさとそして楽しさがある沖縄そば、ニューロイヤルさん美味しかったです。ということで本日は改めまして、沖縄県うるま市にある沖縄そばニューロイヤルさんで、三枚肉が敷き詰められて麺が見えなくなっている三枚肉そば、それにたっぷりのネギをトッピングしていただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラップ、バイバーイ。